若狭勝は、日本の弁護士、政治家。弁護士法人若狭代表弁護士。元弁護士法人若狭、高橋法律事務所代表弁護士。元検事で、東京地検特捜部副部長や東京貢献検事、東京地検公安部長を歴任。政治家としては、衆議院議員、日本ファーストの会代表、輝き寺し熟熟長を歴任。東京都葛飾区生まれ。 足立区育ち、タクシー運転手の家庭に育つ。小さい時から夏休みなどには仕事の手伝いもした。名前のマサルをもじり、小学校時代からあだ名はサルであった。東京都立江北高等学校を経て19、1980年中央大学法学部卒業。1983年4月、検事に任官。初任は東京地検検事。 以後は、東京地検特捜部検事、道副部長、横浜地検刑事部長、東京地検公安部長などを歴任した。担当した事件としては、噂の真相死での枠春さん及び、西川隆人のスキャンダル掲載に関わる名誉、既存事件や、ミッチー騒動において、浅香光代による、野村幸代の公職選挙法違反の告発を受けた。 捜査、特捜部所属時代のゼネコン汚職事件などがあり、日試連事件捜査では特捜部班長として携わった。2009年には小向井美奈子が覚醒剤取締法違反を犯した際の捜査を指揮している。2009年3月に退官。4月1日に弁護士登録を行い、第2東京弁護士会に所属する。弁護士に転身した理由は、 裁判員制度が始まり、冤罪を防ぐためには弁護士の役割がより大きくなるため、裁判員裁判の法廷に立ちたかったからと語っている。それ以後は、元検事の弁護士として、各新聞に事件等の解説をコメントするとともに、テレビの報道番組、ワイドショー、討論番組にコメンテーターパネリストとして出演している。2010年12月には、 FNN スーパーニュースのコメンテーターである木村太郎が3週間休暇を取ったため代役として月から木曜日に出演した。2011年4月から2013年3月までスーパーニュースの金曜に出演。刑事事件だけではなく企業コンプライアンスや危機管理なども取り扱っており2009年7月には千葉県の県警理問題特別調査外部審査委員会の 厚生委員に11月にはコンプライアンス委員会の委員に選ばれている。またコンプライアンスに関する講演活動も行っている。2013年の第23回参議院議員、通常選挙に自由民主党の比例区から立候補、したが自民党圧勝の中で比例代表最後の一議席を大田夫妻と争った末、十九位で落選した。支援団体として、 立証構成会、明智会教団、共派新党などが支援した。2014年の第47回衆議院議員総選挙では自民党より比例東京ブロック単独で立候補し、初当選を決めた。東京都知事選挙の外党演説にて、小池百合子と共に2016年東京都知事選挙では、党が推薦した増田広也ではなく小池百合子の応援に入り、 小池の街頭演説第一声から行動を共にした。自民党東京都連会長の石原信明と都連幹事長の内田茂は連名でマスガ以外の候補者を党員や親族が応援した場合は除名などの処分対象になるという警告文書を配布しており、と知事選挙終了後に都連のホームページから若さの情報が削除された。年月日には、 自民党幹事長の二階俊博と会談し、小池を応援したことに対して、厳重注意処分を受けた。また、小池の都知事転出により補欠選挙が実施される東京10区への出馬の意向を伝え、公募者選考を経て21日に自民党の公認候補となった。10月23日の投開票で、民進党候補らを大きく引き離して当選した。 同月26日に東京都選挙管理委員会から当選の旨が告示され同日付で再び衆議院議員となった。2017年5月31日、同年に行われる東京都議会議員選挙において自民党ではなく都民ファーストの会を支援するためとして党本部に離党届を提出。自民党は都議選後の7月3日に若さの離党を了承した。 同月13日には、政治団体、日本ファーストの会を立ち上げ代表に就任。同年9月27日、小池百合子東京都知事を代表とする新党、希望の党設立会見に、決闘メンバーとなる国会議員14人の一人として参加。10月22日に行われた第48回衆議院議員総選挙に、しがらみ政治からの脱却を訴え、立候補。 東京10区は、計6名による混戦となり、若さは、得票数3番目で敗れた。比例東京ブロックで、超複立候補したが、希望の党が獲得した3位席に届かず、落選した。同年10月26日、BS 富士に出演した際に、政治活動は、一旦ここで指示属と述べ政界引退を表明。自らの年齢も、引退の理由に挙げ、 元気でも65歳を過ぎたら、若い人や女性に譲るべき、自分は例外だとは言いづらいと述べた。希望の党の広報支援は引き続き行っていくとしている。2018年2月17日、輝き照らし塾の講義終了時に平塾を宣言。3月1日に日本ファーストの会を解散した。現在はコメンテーターとしての活動を再開している。以前は、 木村太郎が休暇の時や裁判関連のニュースある時に出演していたその他、ハット AB 人気途中の2016年10月に比例東京ブロックを辞職して小池由里子の都知事転身に伴う東京を10区の補欠選挙に倶えしているため実質的な人気は1期。平成26年12月19日中央、選挙管理会告示第30号。ありがとうございます。